こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、もう完全保存版として皆さんに最後までお楽しみいただきたい内容なんですが、服の断捨離について、プロが徹底的に解説しますというテーマでお届けをしてみたいなというふうに思っています。ところで皆さんは気づいていますでしょうか僕はですね、普段この画角で皆さんに動画をお届けすることが多いんですが、僕の後ろを見ていただくと、こちらにですね、ハンガラックがあるんですね。そこにお洋服がかかって ってるわけなんですが 通常よりももう満ンの状態に今回はしてるんですね。このように服が多いとですね、僕は感じることというのは、日々の服選びがめんどくさいなとか、どうやってコーディネートしようだとか、まあそういったですね、ついついめんどくさいというイメージが先行してしまうわけなんですね。服が多いというのはすごくいいことだと僕は感じる一方で、多すぎるのはですね、結構心理的な負担が多いと思うんですね。そして僕と同じように、 服が多すぎて困ってる方は男性女性問わず非常に多いかなと思うんですね。たくさん服は持っている。だけども自分が着ていてテンションが上がる服が少ないだとか、 たくさん服持ってるのにコーディネートの仕方がわからないって方は僕は今までたくさんの方をスタイリングしてきましたが非常に多かったんですね。まあそんな方のために今回は究極の服の断捨離方法を皆さんにお伝えしたいなと思っていますのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。まあ具体的な方法に入る前にさっくりとなぜ服の断捨離が大切なのかこのあたりについて触れておきたいなと思ってるんですが僕はですねこれまで結構いろんな本を書いてきたんですね。まあせっかくなん でここにドンと持ってきましたがが中には読んだことがあ、るるとといいうう方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、こういった本の中で僕が繰り返し伝えてきたのは、まあ、どういった服を買えばいいのかというところ、そこがメインなんですが、その裏テーマとして必ず書くようにしてきたのが、服の手放し方、服の全体量を減らすことの大切さですね。このあたりについては、どの本でも触れているわけなんですね。というのも、服っていうのは、1着2着買ったぐらいじゃ、おしゃれになることなんてできない。 できないんですねこれなぜかというと、皆さんすでにたくさんの服を持っているわけじゃないですか。その中に新しい服が一着入ったところで、全体量が多いので、そんなに大きな変化ってないわけですよね。しまいには何を買ったのか数ヶ月経ったら忘れてしまうぐらい、いろんな服があると着こなしが複雑になるし、考えるのも面倒になってしまうので、まずはこの全体量をぐっと減らすこと。ここからスタートしないとおしゃれになるには、かなりの遠回りになって しまうんですねですので、僕は普段スタイリングをお客さんにする際にも、この断捨離ですね。持ってる服をものすごく減らしてもらうということは、すごく力を入れているんですね。これしないとリバウンドしてしまうので、 ま、必ず皆さんにも断捨離というものをしてもらう。ここがファーストステップだと思うんですね。まずは自分の持っている服の量を極端に減らして、その後に、じゃあどんな服を買い揃えればいいのかというところで、知識をインプットすること。これも重要ですね。まあ、そのために必要だったのが、これまでは書籍というようなもので、こういったものを読んでもらうのもいいと思いますし、まあ、雑誌だったりだとか、ブログだったりだとか、もう最近では圧倒的に YouTube。ここでですね、情報を取る方が多いかなと思うんですね。 ただですね、このような YouTube って気軽にですね、情報を取りやすくはあるんですが、 かなり情報に偏りがあることを皆さんはそろそろ気づいている頃かなと思うんですね。まあ僕は最近よく伝えるようにしてるんですが、YouTube の中ではトレンド的なアイテムですね。こちらを開発することが圧倒的に多いんですよ。まあそちらの方が再生回数も伸びるし、旬な情報でおしゃれを発信している側としてはワクワクするし楽しいからなんですね。一方でベーシックだったりだとか定番的な服というのはそこまで目新しいものではないので、あんまり語られることが多くないので、 まあどうしてもですね、情報に偏りがあるというのが YouTube の世界かなと思うんですね。なのでファッションの情報を得る際には必ずまず最初にトレンド的なものも大事なんですがベースとなるような、まあ、このあたりの服を持っておくといいよねっていうような定番的なものまずはベーシックなものを知っておくここが必要だと思います。その基本が整った上でトレンド的なものを自分の中に入れていくというのが非常にバランスがいいかなと思うので、まあ、そのあたりも頭の片隅に入れていただきたいなと思います。服を減らして情報 方法を取ってその後に初めて買い物をするというとこですねいきなり買い物をしてもおしゃれになれないのでまずはこの断捨離というステップを皆さんに踏んでいただきたいなと思うんですがじゃあこの断捨離ですねどうすればいいのかわからないという方圧倒的に多いと思いますで多くの方が断捨離でつまずくポイントをまず最初にお伝えしたいなと思ってるんですがまあ、例えばですよこのように服がたくさん並んでいますよね これをですね、一点ずつ見ていて、これはどうしようかなって迷っているとかなり時間と手間がかかるわけですね。じゃ例えばこのボトムスがありますね。ブラックのスキニーパンツ。うーん、まあ、ちょっと前に買ったんだけど、最近履いてないよなどうしようかなうん、確かに使えるんだけども。うーん、でも最近は旬じゃないしなどうしようかな よし、保留にしよう。という形で戻すわけですね。他にはこれですね。んこのシャツいいなでも最近全然着てないよなでもこれ前ちょっと買った時高かったし、まだトレンド回れば着れるんじゃないのかな ちょっとまだ決断できないから保留みたいな形でこんな形で一点ずつ見ていったらもういくら時間あっても足りないし永遠に断捨離は終わらないんですね。まあそういった方法をするのではなくて、まあ、今回お伝えする断捨離の方法を取り入れていただければかなり短時間でしっかりと服の量が減らせるかなと思うので、まあ、ぜひ参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの業本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったら チャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょうはいということでここからは具体的にですね服の断捨離の方法について順を追って解説をしていきたいなと思ってるんですが まずですね、具体的に服に触れる前にやるべきステップがあるんですね。これはですね、僕いろんな動画をですね、この動画を撮る前にちょっと研究してみたんですが、サステナミニマリストゆいさんっていう方の動画がめちゃくちゃ参考になったんですね。そちらの内容をちょっと参照しながらですね、お伝えしているわけなんですが、まず最初にやるべきことは、クローゼットを開けて服を触ることではないんですね。まずは下準備が大事で、その時に大切になってくるのが、 こういった白い紙とペンだと思ってるんですね。これどのように使うのかというと、まずはですね、皆さんのライフスタイルを思い浮かべて、必要最低限の服の量を書き出していただきたいんですね。これは今まで僕が書いてきた本の中でも結構語ってきたことなんですが、人ってある程度服の必要量って決まってると思うんですよね。ものすごくたくさんボトムスを持っていたとしても、その中でよく履くものって、まあ、せいぜい2、3本に限られる と思うんですね特に男性の場合は毎日違う着こなしを楽しみたいという思考の方よりも気に入ったものをとにかく何度も着たいという方が圧倒的に多いんですね。それは僕自身も同じで結構気に入ったものが数点あれば十分だという考え方なのでそのあたりを考えていただければ結構わかりやすいかなと思います。例えば休日のボトムスだったら3本あれば十分だなという形で書き出してみるんですね。これはもうライフスタイルによるかなと思います。もう普段はスーツだとか ビジネスカジュアルである程度カチッとした着こなしをしていて休日しか私服を着ることがなければボトムスは2、3本あれば十分だと思うんですね。 じゃあ、アウターはどうかというと、アウターもですね、この春の季節っていうところを想定するのであれば、まあ、せいぜい2、3着あればいいんじゃないのかなと思います。例えば、着丈の長いようなステンカラーコートと、まあ、気軽に着れるようなナイロン系のジャケット、このあたりがあれば回ってしまうっていう方もかなり多いと思うんですね。まあ、バリエーションを出すためにもう1着ぐらいシャツアウターあってもいいかなという形で、まあ、せいぜい2、3着っていう感じで書き出してみるんですね。じゃあ トップスはどうでしょうか春のトップスで必要なものといえば、まあ、 ヒット系だとかパーカーだとかあとはですねシャツみたいな形でそんなに量は必要ないと思うんですよね春ニットだってまあ正直1着あればいいしせいぜい2着あれば結構着回しは考えられると思いますシャツに関して言えばこれまた1,2着で十分だしパーカーも本当に1枚あれば回るぐらいだと思うんですねなので皆さんの必要枚数をこちらのように書き出してみてくださいまあ、参照までにこちらにですね僕の仮にですね 必要な量というのを書き出してあるので、参考にしていただければなと思います。で、ボトムスで言えば、まあ、これまた3本ぐらいあれば十分じゃないかなと思います。なんだったら、普段着の僕はですね、ブラック系のスラックスですね、これが1本あって、あと最近はですね、白系のボトムスですね、春らしさを出したいということで、こういったものをよく履くんですが、これがあって、この2本だけでも足りてしまうぐらいなんですね。これにプラスして、ちょっとカジュアルなデニムスラックスだとか、このあたりがあれば、 回っってててしししままうし自分にとと必要なものを書き出いいただければなと思います、まあ、具体的にこういったアイテムというものが思い浮かべばそれを書いていただければいいと思いますし思い浮かばなくてもいいと思います。ボトムス3本までという形で書いておけば十分かなと思います。 そして靴ですね。靴に関しても、まあ、これまたそんなに量は必要ないと思うんですよね。まあ、スニーカーマニアみたいな方だったら、もう何十足、何百足って持ってるわけなんですが、まあ、人間って足は2本しかないので、そんなにですね、たくさんの靴って必要ないかなと思ってるんですね。僕も服の専門家なんですけども、靴の量ってそんなにたくさんないですし、リアルに履いてるとこで言うと、まあ、休日用は2、3足ぐらいですね。これぐらいあれば十分かなと思す ととといいいいううころで靴3足という形でで靴形書き込んでいただければなと思いますまずこれが下準備ですね。ここで自分が本当に必要な服ですね。この量が分かると思うんですね。ここが分かったら次初めて服に触っていくんですが、ちょっとですね、この大量の服、見るだけでですね、ちょっとテンションが下がるぐらいなんですが、どれも気に入っていて大好きな服なんですよ。まあ、僕はですね、ファッション YouTuber、そしてスタイリストというですね、特殊な人間なので、服の量は皆さんよりも もさらにたくさんあるわけなんですが、まあ、一部、ここに並べている状態ですね。次のステップとしてやるべきなのは、ここにかかっている服をですね、全部、おろすってことなんですよね。これ、このままだと、これ一点ずつやっていくと、もう時間も手間もかかるので、大事なのは、全部ですね、外しちゃうことなんですね。これ、皆さんもやっていただきたいんですが、こんな具合で、どんどん外していきましょう。 まあ、量結構ありますよね。よいしょ。はい、外しちゃいます。うん。 本当にね、もう服の専門家といえども、僕自身の本来の思向性は、ミニマリスト的な感覚なんですね。なので、ここ事務所にはですね、クローゼットいくつか付いてるんですけども、僕の撮影用の服とか、本当にたくさんのものがあるんですが、自宅のクローゼットの中はかなりスッキリしてるんですよ。ここはリアルにですね、僕自身が使うものだけを並べているので、割とクローゼットの量って、 自宅は少ないんですね。走行してる間にですね、こちらのハンガーラックが空になりました。ここからスタートするんですよ。で、一点ずつ見ていくんじゃなくて、先ほど書いたこちらの用紙ですね。これを見ながら、必要なアイテムだけをピックアップして、 ここにかけていくっていう作業。これが3ステップ目なんですよね。これやってもらうといいかなと思うんですが、例えば、んと、春のアウターは、まあ、3着あればいいみたいなのね。よく僕動画撮りますよね。まあ、そこで言うと、じゃあですね、まあ、ステンカラーコートね。まあ、ベージュっぽいステンカラーコートは必要だなってことで、じゃあこれをかけましょうか。うん。よし、じゃあこれいっちゃうかって。じゃあ、タンタケ系のアウターも必要だな。ちょっとシャカシャカしてるやつを、 あったらいいかなっていうことで。よし、じゃあこれをあげようか。よし、大好きな、もう気分上がるアクセリクスはこれ残そう。これを置いとこう。うん、それと、あとはなんかタンタケ系のアウターだよな。これもあると便利だよな。よし、じゃあこれにしようか。シップセーニーで去年買ったタンタケ系のこのアウターをかけましょうか。はい。よし。 アウター、これだけありゃ十分だろうという形で、アウタージャンルが一つ完成しました。じゃあ続いてトップスですね。このアウターの内側に着るものを、じゃあ何を残していこうかなっていうところで、そうだな。なんかこう、T シャツとかシャツ上にさらりと着れるような、カーディガン的なものは、やっぱり一着はあるといいなってことで、じゃあこれ、じゃあカーディガンこれ残そうか。去年グリーンレベルで買ったやつ、このダークグリーンのカーディガンなかなかいいから、これは残そう。テンション上がるし。 あとは丸首のニット もうやっぱりあると便利なのでこれもなんか残しましょうかねうん。やっぱこういった春らしいライトグレーの丸首のニット1枚あれば結構内側使えるんだよなってことでそうだよなこんな形でベージュのステンカラーコートにも合うしあとはねシャカシャカ系のこういったスポーティーな、ね、ソフトシェルにも合うだろうしさっきの短丈系のアワにも合うからまあ、これは鉄板だよな丸首のニット1枚残そうと ということで、かけました。他にはですね、じゃあちょっとパーカーみたいなものも、やっぱり1枚あると便利なんだよなということで、これまた残しましょうか。 あ、例えば、まあ、これ好きなんだよななんかレミレーリーフのパーカーね、これすごい気に入ってて、ダークグレーのね、この色合い好きなんで、これは残そう。なんかパンツの色、ちょっと白パンとかと合わせれば、まだまだね、季節的には使えるかなと思うので、これは残そう。うん。まあ、ニットとパーカーいったし、じゃあなんだろう。あ、そうだ、シャツだ。シャツもやっぱりあった方がいいなやっぱり僕は、バンドカラーのシャツが好きだし、こういったなんか、 ストライプからあると便利だから、これは1枚置いとこう。シャツジャンル1枚行きましょう。おし。うん、シャツね。まあ1枚あればいいんだけど、うん、まあなんか爽やかでトレンド感あるブルー系のシャツも残そうかな。これ。うん、ここら辺もあると便利だから、まあこの2枚あればいいかな。十分でしょう。これだけあれば十分でしょう。まあ、トップスジャンルこんな感じでしょうかね。 じゃあ、ボトムス行きましょうか。ボトムスはどうしようかな。やっぱりさっき黒好きにあったけど、あんまり履かないからな。それよりもベースになるのは、やっぱり黒系のスマートアンクルパンツかなっていう形で置いときましょうか。ブラックのパンツ。はい。これかけて、そうだな。うん。これがあればもう大丈夫な気もするんだけども、ちょっとまあ今っぽい白パンもね、やっぱり気分で置いとこうかな。 うん。そうだな。これあったら使えるな。これ記事的にそんなに季節感強く出ないから年中いけるし。いいな。これ置いとこう。よし。そして、あ、そっかそっか。なんかやっぱ僕はデニム系も好きだから、デニムのこうスラックスみたいなのも置いとこうかな。うん。ちょっとね、この綺麗めなブラックのパンツあって、明るいのあって、まあ、 中間とは言わないけど、ちょっとグレイッシュな感じのする。デニスラも置いとこうかなってことで。まあ、3本ありゃ十分でしょう。はい。3本あれば十分。はい。どうでしょうか こんな具合で、春の着こなしを考えると、まあ、アウターが3着ぐらいあって、トップスがカーディガンあって、丸首ニットあって、それから、えー、こういったパーカーがあり、そしてさらにはシャツが2枚あって、ボトムスがブラックとデニスラと白パンがあれば、結構十分じゃないですか。これに、じゃあなんだろうな、靴どうしよう。まあ、靴のベースで言うと、やっぱこれだよな。白系のジャーマントレーナー。 これはあったら、もう間違いないでしょう。これは置いとこうと。靴が一足ありました。はい。で、じゃあね、やっぱりこう、まあベースはこれジャーマンでいいんだけど、まあ、トレンド感出したいから、やっぱりニューバランスもね、絶対必要。じゃあこれも置いときましょうと。二足あって、まあこれで十分じゃないかなと思うんだけども、んまあちょっと今っぽいやつ、模写真系のやつもいいかなと思うから、これ、コンバースで買ったこれも置いとこう。 こうすると、白があって、グレーがあって、ブラックで、あ、これも十分じゃないこれでいいんじゃないかなってところですね。で、じゃあ続いてバックか。バックね。バックはもう、うん。これいいじゃん。なんかレザー系の塔トとト、エンダースキーマーのやつあるから、これあれば、もうこれで十分じゃないかなってことで、一個あり。 まあ一応ですね、なんかバックパック的なもの、まああんま使わないんだけど、ちょっとしたお出かけの時にバックパック、あ、これ一個あればいいかな。アンドワンダーで買ったやつがあればいいかな。これで十分。はい。という具合で、最初に計画した必要最低限の個数ですね。そこを目指しながら、全部下に下ろした服の山の中からピックアップしていくんですね。 それをここにかけていくという形にして、まあ理想的なクローゼットを作っていく。そうすると必要最低限、自分のリアルに考えた時に使うものだけが並ぶという形になるんですね。しかも着るときにどれも、こんまりさんじゃないですけど、ワクワクするかどうか、その基準で選ぶとですね、この中の服どれを着ても間違いなく一日が気分良くなるかなと思うので、こういった基準でピックアップしていくっていうのが一番いいと思うんですよね。 ね、先ほどご紹介したミニマリストのゆいさんもですね、このような方法を取っていたんですが、一個ずつ決断するのじゃなくて、本当に必要なものだけをピックアップするという方式、これはもう本当に画期的な方法だと思うので、皆さんもぜひこの方法を取っていただきたいなと思っています。そして今、床の状態はですね、決してお見せできないような状態なんですが、かなりたくさんの服があります。おそらくですね、全体の中でピックアップできたのは2、3割ぐらいなのかなと思います。まあ、それ以外の服に関 してははやっぱりそんななにににででですすすねリアルに考えた時に使ううものではないのいい手放すという決断をすることとが大事だと思うんですねここに心理的なハードルがある方、すごく少なくないかなと思います。それは僕自身も同じです。服を捨てるということの罪悪感って、まあやっぱり強いと思うので、じゃあどうすべきなのかというと、まあ、例えばですね、H&M に服を持っていけば、回収のサービスやってたりします。ユニクロのものだったらユニクロのものだったら、 持っていくこともでできますすなブランドがですねそういったお洋服ののの回収のサービスをやっっていいますので、まあ、そういったところに持っていくというのも一つの方法だと思いますし、あとは中古で服をですね、買い取ってくれるようなお店もたくさんあります。ジャンブルストアだとか、トレファクだとか、まあ、様々なお店、皆さんのお近くにもあると思うので、まあ、そういったところに持ち込んで売却するというのもいいと思います。僕もですね、両方の方法をとって、あんまり捨てるってことはしないんですね。意外と日本で売 売られてる服ってタフで長く持つものなので割と捨てなきゃいけないところまで行くっていうことがそんなに多くないのでこれ買ったけどちょっとなかなか使えなかったかなというものに関してはショップに持ち込んでお店で売るというようなことをやるといく分ですね断捨離しやすいかなと思っていますそしてこのような形である程度服の量を絞り込むとそんなにですね服をたくさん買いたいという気分にならなくなってくるはずなんですね僕の場合は仕事兼趣味なのでどうしても服を買うことが大事になってくる んですが一般的には、ある程度服の上限の数を決めておくと、買い物が慎重になるし、一点ずつ結構ですね、本当に必要かどうかっていうところをですね、丁寧に考えるようになるんですね。そうなると、積極的にユニクロを使うっていうのもありなんですが、まあ、どうせ服の数が少ないんだったら、一点ずつにもう少し投資してみようかなとか、服に対する予算のかけ方も変わってくるかなと思うので、良い循環になるかなと思います。ぜひこの方法ですね、皆さんも試していただければなという いう,ふうに思っていますはい、ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、服の断捨離についてえ、プロの方法をですね、皆さんにお伝えさせていただきました。まあ、大事なのは、いきなり断捨離に取りかかるのではなくて、 まずは自分のライフスタイルを考えるということなんですね。今の自分にとって本当に必要な服の量はどれぐらいなのかというところを紙に書き出してちゃんと理解をする。ここがファーストステップです。その次のステップで初めてクローゼットを開けて、まずは全部中身を出す。ここが大事なんですね。一点ずつ見てしまうともうラチが開かないので全部取り出して、その次のステップで必要な量だけをですね、拾い上げていくということ。これをやっていただければ 必要最低限の服だけを残すことができますので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもトライをしていただきたいなと思います。人によっては3着ぐらいアウターがあったらいいのになと思ってみたんだけども、ピックアップしようと思ったら全然ワクワクする服がなかったっていうことも少なくないかなと思うんですね。そんな時こそまた新しいものを買う良いステップかなと思います。結構多いと思います。たくさん服を持ってるんだけども、なかなかワクワクするような服が少ないという方もいらっしゃるかなと思うんですね。まあ、そういった時には改めてですね、 必要最低限の数だけ少しずつ買い揃えることが大事かなと思うのでまぜ、あ、ひそのあたりも含めて参考にしていただければなと思っていますまあ、このような形でこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしてるんですがもう少し中級者に向けたような アイテムですとか、コーディネートの解説に関しては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルですね。こちらの方でしっかりめに解説をしています。まずはベースとなるようなお洋服を揃えたら、まあ、そこからは趣味の領域ですね。もっと自分らしい着こなしをしたいだとか、 ちょっとエッジの効いた服もですね、買い揃えたいという方の場合はですね、このメンバーシップチャンネルの情報が結構役立つかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、こちらもですね、下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、なかなか普段ですね、動画をしっかり見る時間がない方のために、オンラインサロンもですね、開催をしています。そちらの方では、だいたい1分ぐらいで読めるような分量で、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、コーディネートの方法に関して解説をしています。僕の方でも1日2記事アップをしていまして、まあ僕以外の スタイリストの方が記事を書いてくれたりだとかあとはですね参加者の皆さんも気軽に記事をアップできるので本当にね様々な記事を見ることができますのでこちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに